美食都市東京にある飲食店数は19万店。一つ星はそのカテゴリーで特に美味しい料理と評される選ばれし称号。だって100年続いた店だったら俺は死んでますから、俺がいようがいなかろうがこの店はいい店だよねってするにはそもそもいない方がいいんですよ。美味しいの触れる場所をいろんな場所に作る、まあ、レストランで語り部になれる場所だったりとかするんで、料理の一皿一皿に流れがあるというか、料理人って料理作ってればいいわけじゃやっぱりなくて、あくまでも料理っていうツールを通してお客様を喜ばせるっていうのが仕事なんですよ。餃子さんがどんどん走り続けてみんなが必死に追いかけるのがこの時期だと思うので、仲間っていうことに主語が変わってってるんですよ。お前そんな分かってないのがさ、料理作って意味ねえじゃん。何を理想としてあれなのっていう話じゃん。僕が料理をやり続ける理由ってあんのかなとか思っちゃうんですよ。回せるキャパでやろうとしてないんだよ。一回地元帰った方がいいかなとか毎回思いますし。小川さんに対してはどう思ってるんですか。やっぱチームなんですよね、大事なの。子供のこのちっちゃい時期っていうのも今だけなので一緒に見られたらいいなという。半径5メートル以内を幸せにするのも大事なことだとは思うんですけど、やっぱもっと大きなところの人を幸せにするってなるとどうしてもやっぱ身近なところが一番最後になっちゃう。彼はシェフじゃなくなるんだって僕はずっと思ってるので。どれぐらい先まで鳥羽さんは見えてるんですか。100年後っす。